午前中より人が来てるみたい。恥ずかしいな。そのパシャパシャってカメラ苦手なんだけど。ママどこ行っちゃったんだろう。ママの後ろに隠れたいんだけど。ねえママ、どこ行っちゃったの？なんだい坊や、そんなカメラぐらいで驚いちゃって。おじさんみたいにかっこいいスターになるとね、ファンサービスっていうのができるようになるんだよ。見てて。かっこいいスターっていうのはね、階段を一つ上がって。おーら、決めポーズ。どう？今がシャッターチャンスだよ。そこのお嬢さん。よーくかっこよく撮ってね。あ、そこのお父さんも。いいカメラ持ってるじゃん。今がシャッターチャンスだよ。かっこよく撮って。そこの坊やもびっくりしちゃってる。いいでしょう？ あんまり大きい声出さないで。ちょっとびっくりしちゃうから。おっと。ねえ。ここに来るといつも人間が美味しい餌をくれるのよね。今日の餌は何かしら。あら、坊や何持ってるの？むしゃむしゃ美味しいわ。こっちのお嬢さんのも美味しそう。残りはここに。まだないかしら。ねえ、隠しないでちょうだい。美味しいわ、ほんと。あ、それ気持ちいい。あ、こっちの男の子も持ってるのね。お嬢さんのも美味しいわ。でも一つ二つじゃ物足りないわ。もっとないの？ねえ、そこのお嬢さんも持ってるんでしょ。ちょっとちょうだい。もうくれないのね。あ、いいわ、こっち行く。5つも食べたらお腹いっぱいになってきたわ。幸せ。おっと、今日はあったかいし昼寝でもしようかな。お気に入りの布団で。どう？ボロボロに見えるけどね、この布団まだ使えるの。いいでしょ、あったかくて気持ちいいんだよ。こうやって、おお気持ちがいい。1時間ぐらいゴロゴロしてようかな。そうやってゴロゴロしてなさい。私はね、この草を食べてきれいになるんだから。レディはやっぱり草を食べて美顔対策よね。おいしいわ。男の人には分かんないだろうけど、むしゃ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 。女は一体何考えてるか分かんないね。ちょっと場所を変えて昼寝をしよう。こっちの方だったら、あのむしゃむしゃっていうの聞こえないからね。